ナミュール博の紋章ナミュール博は、フランク王国、後に神聖ローマ帝国の領主。その領地は、サンブル川及びマース川の合流点に位置し、現在のベルギーのナミュールク及び、ディナンカ北西部にあたる。西に、エノーを領、北にブラバント公領、南及び東に、リエージュ市教領、南東に、ルクセンブルク薄領があった。 1400年頃のナミュール伯領ナミュール伯領は10世紀にナミュールの城及び町を中心として形成された。その発展は長い間、周囲のエノー伯領、ブラバント公領及びリエージュ市教領により阻まれていた。しかし、3代にわたる婚姻政策により、1150年にアンリ一世はナミュール、ラ、ロッシュ、デュルビュイ、ロンビー、ルクセンブルクの支配権。 および、スタブロ修道院、トリーヤノザンクトマクシミン修道院、エヒタノハ修道院のフォークとの領地を手に入れた。しかし、アンリ一世紀の死後、領地は分割され、白領は元の地域に再び限定された。アンリは男子継承者を残さず死去し、ナミュール白領は1191年にフランドル白化のものとなった。1217年、ナミュールは、 カペー家の分家であるクルトネー家に相続された。その後、ダンピエール家が相続していたフランドル白家のものに、再びなったが、同家の最後の白ジャン三世は、後継者がなく、1421年4月23日に、白領の継承権をブルゴーニュ公フィリップ三世に売却した。1429年3月1日、ジャン三世が死去し、ナミウールは、 ブルゴーニュクゲに継承され、1477年のシャルルの死後はハプスブルク家に継承された。ハプスブルク領ネーデルラントはカール5世によりブルグントクライスとされ、1548年最終的にネーデルラント17州として承認された。括弧内はナミュール港の在位期間、1263年に権利をフランドル博に売却。 1421年、ジャン三世は、白陵の継承権を、ブルゴーニュ公フィリップ三世に売却し、1429年の、ジャン三世の死により、ナミュール白陵は、ブルゴーニュ公家のものとなった。1477年、ナミュールは、ブルゴーニュと共に、ハプスブルク家に継承された。ありがとうございます。